ガルザ軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6461人であり、2000年の4872人から32.6%増加した。軍庁所在地はポスト市であり、同軍で人口最大の町でもある。ガルザ軍は1876年に設立され、軍名は当時は ベア軍の初期開拓者ガルザキにちなんで名付けられた。ガルザ軍の指導的な市民として2011年に亡くなったジャイルズ・マクラリーがいた。牧場主、石油開発者、投資家、美術品収集家であり、その OS 牧場博物館は軍庁所在地のポスト市で観光地になっている。ポスト市は観光業を育てるために広範な努力を行ってきた。軍社会の標識。 ポストディスパッチ紙、軍内の出来事を報道している、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は896平方マイルで、あり、このうち陸地895平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.07%である。ウェルズファーゴ銀行ポスト支店以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。